どうもサッカー小僧の沼田大輝です。よろしくお願いします。今日も J リーグの話していきますが、今回のテーマは前回に続き J2 戦力分析ということで、長崎、千葉、岡山の3チームを紹介していきたいなと思います。一つ前の動画では J1 から降格してきた4チームの戦力分析もしているので、そちらの方もご視聴の方よろしくお願いします。では早速ビュファーレン長崎の戦力分析していくんですけど、松田監督が続投で2年連続ギリギリで逃した J1 昇格を目指します。1月11日時点での長崎の冬の移籍動向はこのようになっていて、毎熊選手がセレッソ大阪へと個人昇格したものの、移籍の可能性が高いと言われていた江川選手など主力は残留しました。ただ名倉選手と亀川選手が昇格を争うであろう仙台へと移籍してしまったので、ここは少し痛いところではあります。ただですね、補強組でいくと柏からクリスティアーノ選手の補強に成功し、奥井選手や高橋俊樹選手といったサイドバックの厚みも出せたので、この冬の補強は十分と言っていいのではないでしょうか。個人的には大宮から加入した笠原選手の再起に期待したいです。ではここから2022年シーズン予想フォーメーションを見ていきますが、このように考えさせてもらいました。センターバックは成長著しい江川選手と二見選手かなと思いますが、大宮から加入した串引選手との争いになると思います。左サイドバックは若い加藤聖選手で、右サイドバックは新加入組のどちらかなというところですが、両方できる選手なのでコンディション次第でサイドバックは変わってくると思います。そして中盤2枚はカイヨ・セザール選手は今年も存在感を発揮しチームの中心として君臨すると思い、相方には桑崎選手かなと予想させてもらいます。サイドハーフは右にクリスティアーノ選手で、左は米田選手と澤田選手、他にもたくさんいるのでポジション争いが激しいところです。ツートップはまずエジガルジュニオ選手と上中選手で、終盤に徳良選手やイバルボ選手で圧力をかけるという形が予想されます。そろそろ J1 へと昇格したいところではありますが、昇格の鍵を握るのはやはり助っ人選手の出来次第になると思うので、特にクリスティアーノ選手の活躍に期待したいと思います。では次にジェフ千葉の戦力分析していきたいと思いますが、今年で3年目となるユン・ジョンファン監督のもと悲願の J1 昇格を目指します。昨年終盤は14試合負けなしとチームのやりたいことができるようになってきたのを考えると、新加入組との融合がうまくはまれば今年上位争いあるんじゃないかなと予想しています。あとはですね、トレーナーにサンガの育成時代からお世話になっている水口さんの名前がありました。ということで千葉の冬の移籍動向はこのようになっていまして、堀米選手が J1 鳥栖へと移籍、船山選手の満了は少しびっくりしましたが、セレッソ大阪から高木俊之選手、琉球から風間光也選手を獲得し、サイドバックには仙台から秋山選手、そして注目はダニエル・アウベス選手がどこまでできるのかというところですかね。ではここから2022年シーズンの予想フォーメーションを考えていきたいんですけど、このように予想させていただきました。昨年からの継続というところで、基本的には既存の選手をベースにというところですが、ゴールキーパーは新井翔太選手で、ディフェンス3枚は右から鈴木大輔選手、チャン・ミンギュ選手、そして左には新加入のダニエル・アウベス選手といきたいところですが、ここは不透明な部分もあるので新井一輝選手の可能性もあると思います。そして中盤2枚は田口選手と高橋選手、ウィングバックには福光選手と末吉選手が入ると思いますが、左には新加入の秋山選手もありえます。そして悩みどころの前線ですが、 J サポみんなが思っていたであろう三木選手の J1 移籍は実現せずに、このチームで J1 に行きたいという思いで千葉に残留、これは非常に大きいと思います。高木選手スタートの攻撃に変化を生み出したい時にサウダーニャ選手という形もありますが、ここはいいポジション争いになると思います。
頂点には桜川ソロモン選手ですが、ここは川又選手のコンディション次第では変わると思いますし、川又選手の再起に期待したいなと僕は思います。大きな流出もなくポイントでの補強に成功しただけに、サンガを追って今年 J1 復帰を目指すジェフには僕は今年注目したいなと思っています。それでは今回3チームの紹介ということで、最後にファジアーノ岡山の戦力分析をしていきたいと思いますが、木山監督のもと J1 昇格を目指す今シーズン、2012年には千葉で、2013年には愛媛で5位と成績を残し、2019年にも山形で6位と好成績を残しているので、今年うまくはまれば昇格争い、プレーオフ争いには間違いなく絡んでくるんじゃないかなという岡山。ではまず冬の移籍情報を見ていきますが、このようになっています。主力選手の流出が多く見られるんですよね。岡山はまず終盤戦の好調を引っ張っていた阿部選手はレンタルバックで、井上選手は J1 京都へと移籍し、センターバック2枚が不在ということになっています。石毛選手や白井選手も抜け、攻撃の中心であった上条選手とイヨンジェ選手も移籍ということで、なかなか厳しい冬の移籍となったと思います。ただ補強組ではセンターバックには栃木から柳選手、京都からバイス選手を補強し、前線にはガンバからチアゴ・アウベス選手が入っているので、抜けた選手の数と比べると少し物足りない感はありますが、そこは木山監督の采配で何とでもなると思っています。あとは町田の佐野海舟選手の弟である佐野光大選手の活躍に期待しています。ではここから2022年シーズン予想フォーメーションを考えていきますが、このように予想させていただきました。昨シーズンと同じく 4-4-2 を軸に考えるなら、これがベストかなというところで、ゴールキーパーはレンタル延長となった梅田選手、ここの残留は非常に大きいです。そしてセンターバック2枚は新加入組の2人で、サイドバックは昨年からの継続で川野選手と宮崎選手、中盤2枚は清水から加入した河合選手とルーキー佐野選手、左は宮崎選手との関係性が抜群な徳本選手で、右にチアゴ・アウベス選手、ツートップはミッチェル・デューク選手とハン・イゴン選手にしたいのですが、入国の関係で斉藤選手と予想させてもらいました。あとは木山監督のオプションでいくと 3-4-3 もあると思うので、このような形も考えさせていただきました。選手の配置的にもバランスは悪くないと思うので、どのような形で開幕を迎えるのか楽しみなところです。ということで今回3チーム紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。僕個人的には、やっぱり市原に住んでいることもあるので、ジェフには J1 昇格してほしいなと思いますし、今年も何試合か見に行けたらいいなと思っています。やはり各チーム補強での目玉っていうのはありますし、長崎でいうとやはりクリスティアーノ選手、彼が J2 ということはちょっと無双する可能性もあるんじゃないかなと思っているので、長崎の順位はクリスティアーノ選手、エジガルジュニア選手、カイオセザール選手の3名非常に鍵を握っていると思います。千葉はですね、昨シーズン終盤見せた14試合負けなしを今年開幕から好調をキープできるかというところ、そこが注目なところです。そしてこの冬の移籍で少し厳しい状況となった岡山ですが、新加入組と新監督の下でどのようなサッカーを見せてくれるのか非常に期待しています。ということで今回の動画は以上になります。良かったと思っていただいた方、高評価の方よろしくお願いします。そして初めて覗きに来たよって方や、まだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。次回も3チームほど紹介していきたいなと思っていますが、もしかしたら1チームオンリーで動画上げるかもしれませんので、次回も楽しみにしていてください。以上、サッカー小僧の沼田駅でした。ありがとうございました。